ジェフリー・グレンベーカーはアメリカのプロ野球選手。旧西ドイツのバイエルン州、バート・キッシングン出身。現在はフリーエージェント。旧西ドイツで米国軍人の家庭に生まれる。アメリカ合衆国のバージニア州で育ち、1999年には州の最優秀選手に選ばれる。クレムゾン大学で学校の記録となる59本塁打を打つ。 2002年にはゴールデンスパイク賞の受賞候補にもなった。最終的にカリル・グリーンが受賞した。2002年に MLB ドラフト4巡目でコロラドロッキーズから指名され9月27日に契約。2005年の開幕戦でギャレット・アトキンスの代役として三塁手で先発出場しメジャーデビュー。アトキンスが復帰してからは トリプル A 級コロラドスプリングスでプレーこの年はメジャーで12試合に出場した。2006年は主にトリプル A 級コロラドスプリングスでプレーした。2007年からユーティリティプレイヤーとしてメジャーに定着した。2008年のスプリングトレーニングの際にジェイソン・ニックスがいたために二類手種として出場した。2009年7月2日に アルアルバカーキとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。2012年8月5日に後日発表の選手とのトレードでデトロイトタイガースへ移籍した。31日にリーフを受け後日発表の選手とのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。2013年1月26日にテキサスレンジャーズと契約。 10月14日に FA となった。2014年2月4日にマイアミ・マーリンズと総額370万ドルの2年契約に合意したことが報道され、2月7日に球団が発表した。2015年7月31日に解雇となる。ありがとうございます。